はじめましての皆さん、お友達さん、こんにちは、トットです。今日もピクミン4をやっていきたいと思います。頑張ります。あのさ、トランプを見つけたんだけど、最後のハート、あそこさ、どうやって登ったらいいのかわかんないんだけど、どうすんだろう。はい、探索39日目です。ウッチーのこのさ、お尻の尻尾の葉っぱってさ、治るのかな。探索行けますよ。今日もオリマを探しに行きます。かっこいいよ。62% になった。行ってきます。今日も人の家を探索してきます。あ、そうだ、あのさ、前回氷ピクミンの見つけたんだよ。ガリップみたいなやつ、あれさ、ギリギリだったんだけど、大丈夫、あ、大丈夫なってる。よしよし、今回も見つからないようにボスが襲ってくるからさ。どこだっけ、ここなんだけど、これどうやってさ、ここに行けばいいのかわかんないの。ここ、このサーキュレーターをつければいいの。あ、ここに葉っぱ人もいるじゃん。これでこっちに行った後にこっちに行かなきゃいけないんだけど、ここに乗せられる？わからない。こう行って、モスに待っててもらえばいいのかな。まず。まずね。見っけ。これで上がる。
あ、怖かった。ここで、えい。そして、降りるじゃん。それで、なんだけど、いったいったなんかいろいろと抜けてるんだよね。落ちないようにいった。ここで切り替えるで、そしたらまた切り替えで、オチがえい、いった。ポジに落ちちゃった。本当にどこにでもいますね、葉っぱ人って。さあ段取りの時間だ段取りだよ。どうする？一体どれだけの遭難者が葉っぱ人にされているんだ。とにかく全員救助するしかないな。これさ、オッチンだけ入ろうとして結局みんなで行くんでしょ。ほらやっぱりあ、オッチンと2人だけなんだ。超獣配送センター、はい頑張ります。重いもの価値高い。でも重いもの運ぶの大変。いつ運ぶかとても大事。それが腕の見せ所。乗せて。頑張れ。これどうする。あ、上からか。でもあの変なやつがいる。まだ足りん。帰ってきた。クラゲ？
からするかしっかり考えるとか言われてた。こっちにもいっぱいあるね。あっちにも変なのがいる。怖いのいるじゃん。パパのパパ。あれ？運べないの？壊した。ここにもいいのよ。紫ピクミン入れられるじゃん。ビリビリだからいけなくない？無理無理。私暇させちゃってる。あお前段取りまだまだでも最後まで諦めなかった。資材10個やるから出直してこい。もうねこれはね挑戦するに決まってるじゃない。ほんで先にでもスイカ
スイカ。まだ。来た来た。
今のうちに保護お願いします。はい、わかりました。ただいまー。もじゃもじゃで誰だかわからないが、とにかく救助するんだ。また中に入られても厄介だ。洞窟の蓋は閉じたままにしておこう。よいしょ。で、おろす。おろす。あー、トラップ！よかった！ハートの2だ！乗れたよ！やったー！はい、新たなお宝を回収。葉っぱちん回収しました。どうせ ID エラーなんだよね。にょろにょろ。どこもかしこも葉っぱちんだらけね。この分じゃ薬がたくさん必要だよって。よし。まだまだ。でもね、今日はね、マークと数字くれ、これってもしかして。そうなのよ。これは次回やろう。時間がかかりすぎたからね。レスキューキャンプでは時間を気にする必要はないって書いてある。いろんな人と話し、準備を整えてから探索へ行くのが良い。はい、ただいま。段取りバトル頑張りました。手こずりましたが。39日目。はい、救助しましたよ。落ちない、歩きが2個上がった。結構、あ、今回死なせてない。そうだよね、ダートルバトルだもんね。 80% いったじゃん。
や。ハッパ人とはどういう存在なのか、科学のメソを振るい真実を白日のもとに示さねば。治療をより効率よくするためにも、ハッパ人に関する知見を増やしていかないとね。とはいえ、我としてレスキュー隊の一員、さすがに一般人相手に無体な真似はできんな。逆に一般人じゃなければ葉っぱ人経験のある隊員がいたよね。ウフフだって。とてもデンジャラスな姿勢を感じます。ここは緊急離脱するしかないでーす。だってバラ。はい、揃った。トランプが、はい、今回も39日目最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。トランプが揃ったので、あの金庫みたいなところを次回は開けていこうと思います。よろしかったら高評価とチャンネル登録お願いします。それじゃあまたね。ありがとう。バイバーイ。